マリンの風投法&佐々木、無敵すぎる。6回で降板かな。これじゃあ失点しない大谷翔平じゃん。マリンの風投法強すぎやろ。なんだこいつ、三振奪えばいいと思ってる。よし、被安打ゼロだけど6回で降板させるぞ。球数多すぎてノーノーは無理やな。マリンの風で変化球も魔球だわ。なお味方も点もよ。マリンの風がすごいと言うなら歴代ロッテ投手はさぞかし名投手が多いんやろな。これがマリンボールなのですか。ここまで球数多いと MLB 行っても1年目の途中でトミー・ジョンすることになりそう。最速161か。だいぶ調子悪いな。もしかしてマリンって欠陥球場なんか。風でフォークの変化気持ち悪いことになってるな。 W なおロッテ打線って言ったらあかんの。アウト全部三振じゃねえか。もうすべてがメジャー出荷の試運転やねん。もう完全に MLB の練習期間なんやな、この使い方。佐々木ってメジャー志向あるの？バターで一緒に誰か送らんとメンタルやばそう。今年もなんだかんだ実績は宮城のが上回りそうやな。マリンと神宮は解体しろ。ご視聴ありがとうございました。